はい、こんにちは。第3弾、ミュージック特集、アンドロイドアプリ第3弾ですね。テノリオンのご紹介です。1回目、2回目、3回目と、3つ続けて放送していますけど、今度はテノリオンの方ですね。はい、アンドロイド用のおすすめ、ミュージック感覚の、おすすめアプリです。テノリオンのアイコンがこれですね。さっき、他の動画見てない人もいると思うんですけど、ミュージックグリッドとかライトステップとか同じところに入ってますね。検索でライトステップから行ってもいいし、ミュージックグリッドで検索してもいいですね。その中にテノリオンってありますね。テノリオン、はい、これもちょっとこういうアイコンが出てきまして、今回はテノリオンをご説明します。テノリオンをクリックします。はい、テノリオンは面白いですね。こうちょっと遊び心がありますね。今までのは白黒だったり、単音で単色の色のブルーとかでしたけど、このアンドロイドのこのロボットですね、例のアンドロイド用のマスコットがバックにあって、こういうふうに点々が点滅して動いてますね。はい、暗くするとこうかな、見えるかな、点滅が動いてますよね。少し左から右に流れてますね。はい、で上にカッコがあって、こうチェックがありますね。これによって音を変えれるんですよね。赤、ブルー、黄色、グレーとあるんですけど、ちょっとやってみます。これも感覚的に赤が出ました。今赤にチェックが入ってるから、赤だけを選択したら、綺麗ですよね。今までしたのと違って、こう赤い玉がこういう風に、子供さんとか喜ぶと思いますね。こっちのタイプの方が。いろいろ3種類今まで紹介したんですけどね、どれがいいかは自分で選んでください。これ赤を選んで、次はブルーを選びます。チェックをブルーに入れて、こうベースみたいな、黄色を入れてみます。すごいですね、これ音が。はい、ちょっと僕の選曲が悪かったですね。これ青ですね、グリーン。はい、これ出ますね。ちょっとリズムになってないですね、僕下手いだから。次はこれを入れてば、黒はこうです。はい、これもですね、止めるときはクリアです。はい、ここを押されるとですね、ランダムとか、エボルブとかいろいろありますね。これを押すとランダムになります。すごい音ですね。あ、ちょっとやかましかったね。ランダムに、今押したのがこうランダムに出ますね。はい、こっちはミュージック感覚はあんまりないんですけどね、こういろんな音がですね、こう出せるという、選んで、はい、赤が一番いいんですかね。こう押すと流れます、単音で。はい、でこれでクリアです。そういうアプリですね。これがテノリオンですね。どれを入れるかは皆さん の勝手です。はい、いろいろありますんで、これはお子様とかね、幼稚園児でも楽しめるんじゃないかなと思います。テノリオンが一番低学年向きかな。はい、それぞれありますんで、お母様方も皆さん、ぜひ入れてやって遊んでみてください。無料なんでね、結構子供さんもハマると思います。はい。そんな感じで、音楽の感覚を養う上でいいと思いますね。理屈抜きで音楽が楽しめますんで、音程とか音階とか。はい。そんなわけで、この辺でご紹介を終わりたいと思います。ではまた。